い、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。はい、実はですね、以前の動画で、衣装をね、使う予定もないんだけどっていうことで、ご紹介したんですが、実はですね、続きがありまして、あの衣装実はね、2回頼んでたんですよね。で、じゃん、また増えました。はい、増えちゃいましたね。やっぱりちょっとね、全サイズをとりあえず購入して、何かの時にね、使いたいなって、その来たる何かの時に、使おうと思って購入しました。で、まあついでにね、ちょっと違う柄のも購入してということで、着実に、衣装が増えてます。もう公演する準備は万端です。そして、朝8時台ですね。なんと朝活、安定の朝8時台からの、ちょっとね、自主トレということで、ちょっと曲に合わせてちょっとインプロしてウォーミングアップしたいなと思います。で、それでですね、今回はですね、いつも使っている靴とは別の靴を使って、ちょっと音がね、だいぶ違うんじゃないかなということもご紹介できればいいかなと思って、今日この靴をご用意しました。はい、じゃーん、こういうやつですね。あ、全然ダメでしたね、こっちでしたね。じゃん、はい、かかとにこういうね、スワロフスキーもついてるんですけど、これ、紫の、ここはね、なんつうっけな、ベリと、あ、コーデュロイだ、コーデュロイ、そう、紫のコーデュロイと、ここはね、エナメルの組み合わせでこういうのを作っていただきました。で、頭にはスワロスキーでちょっと光るようにしてますね。反対で、かかとにさっきもね、お見せしましたが、こういうね、ステッキとね、帽子っていうのを作ってやってます。もちろんね、こういう並びなので、こっちのかかとはね、ぶつけたりするんでついてないね、こっち側ですね、ついてる。こういった靴、これあんまりまだ使ってないんですよね。そんなに新しいので硬い音が出ると思いますけど、まあ、こういうので踏んだ時どうかなっていうふうにちょっと、聞き比べてもらえればなと思います。以前の動画とですね。それと今日、使わせて踊る曲は、じゃん、こちらです。コンプリケイティッド、意味は辞書で調べてください。僕の知り合いの方が出したね、最近出した CD なんですけど、まあ、これに合わせて、ウォーミングアップしてみたいなと思いますので、ぜひご覧ください。
はこちらの、CD で踊らせていただきました。コンプリケーテッド、辞書調べてください。このようにですね、このチャンネルでは、いろんなもうタップダンスに関するね、もちろん、ね、踊りやそのコンビネーションステップの解説もそうですけど、衣装はこうだとかこういう曲に合わせてみたりとか、その他ね、タップダンサー関連の情報とかね、いろんなものを上げています。ぜひね、興味がありましたらチャンネル登録していただけたら幸いです。いいねボタンもよろしくお願いします。それではまた、この動画が参考になれば幸いです。